始まった。いいよ、俺はいい、こっちも OK です。ちょっと大事だからちょっと待とう。で、 YouTube に上げるやつを早く終わらしてって感じがいいよね。質問、 YouTube は YouTube15 分で終わらせよう。15分。Yes。 長くなってきたらさ、長くなったよっつって、言ってほしいんだよね。こんばんは。スタブリッジの毎年グリップスワニーとコラボで商品を出させていただいてて、インナーシティエクスプローラーズっていう、テーマというか、グリップスワニーは、まあ、グローブからスタートしているブランドで、まあ、焚き火、最近だとキャンプの焚き火とか、なんかそういう、なんつうんだろうな、そっちですごく人気の、人気でご存知の方も多いと思うんですけれども、自分たちとしてはちょうど吉祥寺ってこう東京のなんかなんていうのかな、23区と多摩地区の切り替えの部分というかっていうところなので、そういうなんていうのかな、町なんだけど、まあこう中央線とかでちょっと奥多摩の方とか行って、そうするとこうなんだろうね、キャンプができたりとか、僕らもよくしますけど、会社のみんなで、そういう場所なので、なんかその中間の感じをうまく出せたらいいなということで、インナーシティエクスプローラーズっていう、テーマで、何期かやらせていただいてて、最初ショーツからな、からスタートして、まあ、速乾ティーだったりキャップだったりっていうのを今までリリースさせていただいていて、今日、なんだろう、あれですね、昨日か、昨日の夜に、その告知の動画を上げさせていただいたのが、今年の、ショーツになります。それで、今までグリップスワニーでショーツを、出させていただいたやつは全部、サプレックスっていう、サプレックスナイロンっていうのがこう触りがちょっとコットンに近いような感じで、ポプリンみたいな感じっていうんですかね、コットンのポプリンっぽい触りで、化繊が苦手な人とかでも、肌触りがいい素材で、まあ90年代にすごく、よくアウトドアのアイテムで使われていた素材なんですけど、まあそれがとても好きで、ヴィンテージのアイテムとかでもサプレックス使ってるものとかすごく好きで、それで、今までずっとサプレックスでやらせてもらってました。で、サプレックスのショーツもちろん最高で、今まで出てたのも僕ら大好きなんですけど、ちょっとこう毎年ただ色を変えるだけとかっていうのはなんかちょっと進化がないというか、なんか怠慢な気がして、ちょっとチャレンジというか毎回いろいろチャレンジしてます。そんで去年はインナーシティエクスプローラーズショーツ2ってことで、シルエットもかなり変わって、ディティールもかなり変わって、またヴィンテージの、ギアから撮ってるんですけども、そういうのを去年販売しました。で、今年はちょっとチャレンジしてみようということで、チャレンジしたのが、今年はこうなりました。これは、まあ、昔の、まあ、なんだろうな、オーシャンパシフィックとか、サーファーが履いてた、コーデュロイのショーツあるじゃないですか。あのイメージというか、なんですけど、コーデュロイを、まあ、その、なんだろうな、このデザインで落とし込むっていうのをちょっとやりたくて、すごいこう、ギアっぽい、いろんなディティールなので、いわゆるコーデュロイのショーツ、OP とかのショーツっていうのは、自分のスタイルだとどうやっても履けなくて、なんか、それこそなんか、ビーズの人とかが履いてたら、ビーズの人は履かないか。
あれデニムか。なんか短いショーツ履いてるよね、なんかイメージ。なんかそのビーズみたいな感じの人だったらいいのかもしれないですけど、自分みたいな感じだとちょっとどうにもならないので、ただそのコーデュロイって本当にすごく良くて、あの夏とかってコーデュロイとかって暑いんじゃないかなと思うかもしれないんですけど、あの全然あのそういうこともないですし、なんかすごいいいなと思って、それであのサンプルを作ったらめちゃくちゃ良くて、こういうのができましたということで、今年はこういう風にコーデュロイになってます。で、シルエットは、ワンに近いですね。ワンからまたちょっと実を言うと毎年ちょっとずつちょっとずついろいろ変えてるんですよ。あの全く同じに見えてもちょっとずつちょっとずついじってるんですけど、これはワンよりもちょっと長い、ちょっと長いよね。ちょっと長くなって太さは太いか。でそれでなんでそういう風になってるかっていうのはまあいろいろ理由があるんですけど、あのまあ基本コットンなんですよ。まあその素材の梱包の話、割合の話もあってちょっとするんですけど、基本コットンなんで、サプレックスナイロンはあのなんていうのかな、伸縮ってなんつうの、縮まないんだけど、あのコットンはやっぱり水が通ると縮むので、それも考慮してっていうのもあるし、まあ今のスタイルに合わせてっていうのもあるんですけど、まあざっくりこんな感じです。で、何から話した方がいいかな、発売日とかから言った方がいいかな。発売日、ちょっと、ね、一応見してから、あ、そうそう、ね、全部このカラーとこのカラーとこのカラーです。でちょっとね、これはすごい結構こだわりがあって、いろいろ話したいことがいっぱいあって、なんか例えば、まあ、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、週末だし暇な人はあの聞いてもらえると嬉しいんですけど、なんか自分たちがデザインをするときにこう、まあ、特に自分はいろいろ考えるときに、まああの洋服、もともと洋服のことは知らないんで、やっぱりこのサンプリングのものを作るという形になって、そのギアとかから、古いヴィンテージのギアとかからディティールとかシルエットとかを拾ってってこう作っていくっていうやり方で基本的にものを作るんですけど、あの色に関してこうどういう風にカラーサンプリングしていくかっていうところって、やっぱりこうすごく自分はこう色って大事だなと思ってて、であのやっぱりその色のサンプリングみたいな、色のなんか色がすごくうまくいってるものって、やっぱり後から時間が経ってもフレッシュにこう一周してフレッシュに見えたりするんで、色をいろいろ考えるんですよね。で例えばアークテリクスとかだと、まあ、あの自然界にあるものから色を拾ったりとかってするんですけど、まあ、そういうのアウトドアブランドとか多いんですけどね。で自然界からじゃあ色を取るときにどっから拾おうかって言って、まあ例えば去年のスニーカーとかで行ったら鳥から色を取ってとかあったんですけど、まあどっから色を取るかなって言ったときに、やっぱりなんかこう自分が好きなものから拾うじゃないですか、色を。のときになんか自分はあの東京なんですけど、地元がそのなんかね、東京の昼間の空の色がすごい好きなんですよ。でなんか小学校の時になんか写生大会みたいなのがあって、その写生大会みたいなのでこう色を塗ってた時に、あうちの親父もなんかずっと絵を描いてて、家ででなんかその団地の一室みたいなところでずっと親父が絵を描いてたんですけど、うちの親父の絵とかもう本当に、うちの親父はなんかホームレスの人とかしか描かないんですけど、ホームレスとかギャンブラーの人たちをずっと絵描いてたんですけど、なんかその絵がなんかもうなんかこういう色味しかない絵ばっか描いてて、その色が多分好きだったのかもしれないですけど、なんかねこう暗いそういうトーンのブルーみたいな色が好きなんですけど、でその写生大会の時になんか空を自分が灰色みたいな、なんかブルーみたいな、まあ要はこういう色で塗ってたんですけど、そしたら先生になんかそんな汚い色で空描いちゃダメで、空は青いよみたいなこと言われたんですけど、なんか自分は逆になんか沖縄とか行ったら、うわ空が青ってびっくりするぐらい、東京の空ってそんな青くないんですよねって思うんですよね。で自分が育ったところ、自分の通ってた中学校のすぐそばに大和町交差点って、まあ、昔はすごい有名だったんですけど、
あのカンナナと、うん、17号とかかな、まあ、なんかこう 3つぐらいこう立体交差になってる交差点があって、そこが、うん、と自分らが中学校とか小学校の時は日本で一番空気が汚いって言われてたんですよ。でもうとにかく空が年中光化スモッグ出るし、とにかく空が灰色がかってるというか、だから青に灰色がかってるのが自分が思う原風景の青空っていうか、それがまさにこういう色で、なんか前和田誠さんのなんかハイライトの色が好きとかいう話もなんかしたんですけど、そういうのも全部ここに多分あると思うんですけど、こういうなんか東京の空みたいな感じなんですよ、自分の中では。見えるかな、ちょっとブルーグレーっぽい色に、白も綺麗な白じゃなくて、こうなんて言うんだろうな、まあちょっとホワイトというか、きなりというか、これが自分が想像する午前中の、晴れた日の午前中の東京の空の色と雲の色みたいなイメージなんですよね。で全部それが後で、その色のサンプリングみたいな話で、で自分はそのそういう色、昼間の空の色も好きだし、あとはなんか昔よくクラブで遊んでた時とかに、もうみんなでベロンベロンに酔っ払って、朝、あ、これから現場行かなきゃ、仕事行かなきゃとか言ってクラブの外に出ると、まあ冬とかだとまだ暗いじゃないですか。で、まあ夏とかだともう空明るくなっちゃってからへこむんだけど、冬とかで暗くて、じゃあみんなで富士そばでも食って帰るかとか言って、富士そばとか行ってる時に、向こうの方がちょっと、真っ暗な空がこうコバルトブルーみたいになってきて、だんだん空が明けてきて、あれがすごいめちゃくちゃ好きで、なんかそういう空の色って変わっていくじゃないですか、時間によって。で、まあさっきのちょっと話が戻るんだけど、自分が何か洋服を作るときに、こう現実的な問題じゃなくて、最初にこう着想するときに、現実問題それはできないんだけど、何でもできるとしたらどんなの作りたいって言ったら、なんか例えば T シャツとかシェルジャケットとかでもいいんですけど、その空の色みたいに時間によって色が変わっていくみたいなのを作りたいなってずっと前思ってたんですよ。そんなの今無理なんだけどね、まあ、やろうとまあできるかもしれないけど無理なんだけど、そうやってなんか色が移り変わっていくものってすごいいいなと思って、それで今回はそれを、まあもちろん現実問題ね、一つのアイテムで移り変わるのは無理だから、今回はこれがカラーが9:21って、9時21分っていう時間になってるんですよ、カラーが。これが9時21分です。で、次はこれ説明した方がいいか。これが18時30分。夕方の6時半です。18時30分。それで、これが23時58分。日付が変わる直前。っていう、色になってます。で、こうなんかこれもたまに空が夕方これ大丈夫ぐらい赤い時あるじゃないですか。あの時ああいう風になると、五日市街道ってちょうど東西に走ってるんで、左側の方を見ると西が真っ赤になってる時があるんですよ。そうすると6時半に店の前に出ると、いろんな人が iPhone を越えて空に向けて写真撮ってるんですよ。で、自分なんかそれもめちゃくちゃ好きな光景で、なんかたまに虹が出たり夕焼け超綺麗だったりすると、なんかもう道とか信号待ちとかでみんな空の写真撮ってるじゃないですか、 iPhone とかで。で、あれって多分なんかみんな、自分も撮るんだけど、あれって多分なんか自分で見るだけなんだけど、なんかその撮ってる人たちとなんか、いやすごい綺麗ですねみたいな、なんかこう繋がってる感じというか、なんかあの感じがなんかすごい好きで、これもそういう6時半とかのめちゃくちゃ綺麗な空の色をイメージしてます。それでこれが日付が変わる直前の真夜中の空で、東京の空は地面がとっても明るいんで、なんだろう、こう一晩中明かりがついてるじゃないですか。だから山とか行くと空真っ黒で、あの星が見えてっていう感じなんだけど、東京の空は真っ黒にならないから、真夜中でもなんかこういう色してるんですよね。それを再現した色ですっていう感じで、もう一回説明すると、これが9時21分、これが18時30分、それでこれが23時58分ですっていう、色じゃないや、なんだ、カラーネームが時間になってます。それで今回もう一つ考えたのが、なんか例えばなんですけど、
自分はこの3つを見て、まあ自分はこの色が一番、真ん中のこの色が一番好きなんですけど、ずっとこの色で作りたいと思ってたんで、この色が一番好きなんですけど、でもこの色とかもすごい、あの、まあもちろん全部自分で色つけてるから全部いいんだけど、この色も好きだし、で履きやすさとか言っていたらやっぱりこれなのかなとか思ったりするし、そうすると今たくさんものを作ったとしても、なかなかこう3つ買える人がいなくて、すっごい買うスキルの高い人も3回例えば注文みたいな感じでいつも注文されるんですよ。例えば2色出すとしたら、例えばこの間のグリップサニーの、シャツとかにしても、あの1回で3個カートに入れる人って本当に少なくて、なんかこれ買ってこれ買ってこれ買ってみたいな感じの買い方の人が多いんですよ。そうするとどうしても、あ、1個しか買えなかったとか3個目買えなかったとか、なんか店頭で常連の方とかに言われたりするんで、なんかこう買える方法ないかなって考えた時に、あ、そうだ、土日で時間をばらしてみるのはどうだろうってちょっと思ったんですよね。それで今回はちょっとややこしいんですけど、ここからちゃんと説明するんですけど、ですね、土曜日の夜23時58分にまず一発目この色をアップします。要はあの動画が上がってた順番でいくんですけど、まずこれが土曜日の夜中11時58分にアップします。で、日曜日の、9時21分朝に次これをアップします。それで最後日曜日の、夕方6時半にこれをアップします。っていうことで時間を区切ってアップします。なんでなんかその時の時間に、なんかその時の空とかをイメージしながら、なんかこう買い物してもらえると、なんかこうただオンラインで買い物するっていうのがどうしてもちょっと今なんかしょうがないんだけど、どうしてもオンライン専攻になっちゃってるしょうがないんだけど、なんかそういう感じでなんかちょっと時間を共有してるとか、まあ昔なんか俺らガキの頃とかに、高校の時とかにナイトフライトとか聞いてると、夜中とかになんかこうなんだろうな、そういうの聞いてたじゃないですか。あ、ちなみにね、送料はこれ1点で1万円超えるんで、送料は無料になるんで、で3回注文されても同梱するんで、こっちでいけます。それでなんで3回注文しても送料が高くなるとかそういうことはないです。お客様の負担はないです。でなんかそのこうなんだろうな、あの時に夜中、次の日学校なんだけど、夜中とかになんかラジオ、あれなんだっけ、 81.3 とかかな、なんかそんな感じだったと思うんですけど、ああいう FM とかね、なんかああいう感じでなんかこう気持ちがつながったら面白いかなみたいな感じで、ちょっと今回そういう、まあ土日なんで、そういう感じでちょっとやってみます。数は多いです。今まで過去最高、ダントツ多いんで、まあ欲しいのがあったら、ぜひ買ってほしいなと思います。欲しい人に、これやっぱり履いてほしいんで、履いてくれる人のもとに、届くことを、願ってます。それであとは、フィールドテストってわけじゃないんですけど、とりあえず自分は2色買って、ちょっと一足早く履いて、洗ってを繰り返してます。そんでやっぱり洗うと若干縮むかなって感じなんですけど、洗って縮んでもインナーシティエクスプローラーショーツの1よりも大きいですね。でこっちと、でこれまだそんなに洗ってるんですけど、そんなに色が褪せてないんですけど、多分、まあ、自分が思うに、ガンガン洗って、太陽でサンフェードしてったら、紫外線に当たってったら、まあ、こう色が褪せていくと思うんですけど、コーデュロイは、このコーデュロイのこの色のショーツは色が褪せた時にかっこよくなると思ってるんで、そこはちょっともっとなんかフェードするかなと思ったんだけど、意外としなかったんですけど、それはちょっと自分も楽しみにしてます。まあ洗ってみました。でそれの洗ってのサイズの縮みとかそういうのはゆうまくん書いてくれるのかな、ブログに。
多分書いてくれると思います何でも書いてくれるんで、ゆうまくんが、うん、で、あとサイズ展開が、なんか昔あのアビゴールドが店に遊びに来てくれた時に欲しいとかたまたまタイミングで言ってて、で履いて履いてとか言ってたらサイズが入んなくて、でそういうのをなんか結構聞いて、あの海外のやつから欲しいっつって、あどんぐらい普段どんぐらい履いてるみたいな、そうするとあこんぐらい、あじゃあ履けないねみたいなことが多かったので、今回 XL まで作ってます。なんで ML のサイズって今までと一緒なんだっけ、違う、あウエスト一緒、ウエストは一緒、うん、ML が一緒で、で XL をプラスで作ってます。で、うちで言うと、ヤスとシュン君が M を履いてて、自分とユーマ君が、L を履いてます。で、サイズ、その採寸した数字とかは明日だっけ、明日土曜日の、8時のブログでアップします。なんで、一発目の販売が、土曜日の夜11時58分なんですけど、夜中8時のブログを見てもらえれば、その日の夜と、あその日の深夜と次の日の朝、その次の、あ次の日の朝と夕方に出るアイテムの詳細が分かるようになっているので、ブログをぜひ見てほしいです。あとね、あと自分はなんかずっと、その、商品にウレタンを使うのがなんか嫌だなとか思ってたんですよ、前は。っていうのは、ウレタンっていうのは劣化していくんで、なんだろうな。劣化するというか、どうやって説明すればいいのかな。例えば、スキニージーンズとかがすごい流行った時に、スキニージーンズって、まあジーンズは基本的に生地は、コットンじゃないですか。そのコットンの中にウレタンがちょっと入ると、もう驚異的に伸びるんですよ。ビョン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 。安いジーンズとかでなんかすっごい伸びるやつとかあるじゃないですか。あれウレタン入ってるんですけど、でウレタンってのは汗とかで劣化して、ウレタンが切れるんですよ、中で。まあこういうとこはプチプチウレタンが出るわけじゃないんだけど、ウレタンが切れると伸びちゃうんですよね。伸びちゃうから、だから、ウレタンを入れるのとかすごい迷ったんですけど、ウレタン入りの生地とか悩んだんですけど、コーデュロイって例えば汗とかを吸ったりとか、要はなんかこれはこういう状態だけど、インナーしてエクスプローラーショーツなんで、都会だけで履くもんじゃなくしたかったんで、これを履いてキャンプとかにも行ってほしいし、このまま川とか入って、まあ、いつもみたいにね、川入ってすぐ乾くもんじゃないですけど、っていう風にハードに使ってほしかったんで、コットン100だとこのコーデュロイっていう素材の特性上ちょっと痛みが早いかなと思ったんですよ。あとは破けちゃうとか股のところとかが、でそういう風にならない方法としては、レングスを短くするって方法があるんですよね。こういう風にして膝がかからないようにするっていう。ただそれは自分あんま好きじゃないので、好きなシルエットでなおかつハードに使ってもこうテンションがかかっても破けないっていうのは、やっぱりウレタンを入れるしかないかなと思って、でウレタン入れるっていうか、自分がこの生地にウレタン入れたわけじゃないんですけど、ウレタン入りの生地を選んだんですけど、でこれがウレタンが綿98のウレタンが 2% 入ってます。なんで感じとしては分かるか、こんぐらい伸びます。見えますか、こう伸びてるの見えますか、こんぐらい伸びます。なんで履いた時にこう膝がかかってもこう伸びるんで、履き心地はもうかなりです。いつものより履き心地いいんじゃないかな。で例えば、まあ、何年か3、4年ぐらいなのかな、3、4年ぐらい履いたりして、ハードに履いたりしてウレタンが伸びたとしても、結局バギーなショーツになるだけなんで、そこはこれに関してはいいかなと思うんですよ。なんかデニムとかでスキニーデニムでウレタンが入ってると膝が出ちゃうじゃないですか、伸びて、それはダメだけど、これが例えば伸びたとしてもバギーになるだけなんで、これに関してはウレタンを入れるのがベストかなっていう、まあ、ぐらい、考え抜いて、でなんかできた時にグリップスワニー の生産の方もめちゃくちゃいいですよみたいな感じで言ってくださったんで、本当に想像以上にすごいいいのができたと思います。自分はなんかこれに関してはそうだな、今まで
スタブリッジの名前とか、まあ、あのコラボとか自分らで作ったものとか、なんかまあいろいろの中で自分は一番、思った通りできたというか理想的なのができたっていう感じです。なので、ぜひ、試してみてほしいです。で、サイズはさっき話したように MLXL で、価格がちょっといつもより素材の分高くなっちゃってるんで、11,000円の税、プラス税ですね。いつもは10,000円のプラス税なのが、11,000円のプラス税なので、税込みで12,100円になります。っていうことかな。他は、何か言っといた方が。いいことありますかね、うん、大丈夫15分もっと喋った25分喋ったね25分だいぶ長いな長いすいません長くてじゃあ YouTube の方は、これで、終わりにして今日ってブログでアップするんだっけ今日その販売時間とかはブログでアップしてで、明日サイズとかの詳細を明日の8時にアップします。なので YouTube を見てくださった方ありがとうございます。よろしくお願いします。